鳴島に遊漁船の小さいやつがあったら僕らみたいなこうルアーのやつがいっぱい来るんですけどね。そうですね、うん、結局昨日も話したように直行便が来るもんだからずっと来るんですよ。あ、わかります。ちょっと時代が変わってて25フィートから30フィートぐらいの小型艇で、あの屋根もなんもない突っ詰めてんの、はいはい、でとにかくこういう竿を振りやすい条件で、あの本土から来るやつはやっぱり40とか45フィートとかあるじゃないですか。あれだとあの入れないですよ、そういうとこへ。あの中に入ったりとか、だから全然釣り方と釣り物が違うんです。だから今はそういう小型艇で今僕がやってるような釣りが流行り、どん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 流行ってるんです。で全国どこ行ってもなかなかの大型の遊漁船とか瀬渡し船しかないから、今若い人がね、あの小型ボート買ってガイドをね始めたんですけど、あそこ小魚入ってますね。そのちょっと右側ぐらいかな、背があるのは、うん、使える背がある。今投げた位置でもだいぶ浅かったですよ、うん、10メーター歩かないかぐらいで。そうです、ここは浅いですよ、うん。こういうあのあれがあるとこ、こういうあのあれがあるとこ、おっ、こいつはでかい。おお、よし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 、いいぞ。これはまともな魚です。貝であればいい。おお。浮いてからが踏ん張るな、こいつ。よいしょ。見えた。ただいい大物だ、ね、これはいい大物だ。幅広い、太いな。やったね。これは太い。あ、すいません。よいしょ。旅が持ってきてないんだ、ね、よいしょ、よいしょ。おお、でっかい。これはでかい。これはでかいです。これいきなり来たらデカ大物だった。いやー、ごついな、ふっと。ふといです。一発目がでかい。最高。よし、と写真を撮ろう。面白くないですね。です。もう何ですかね。全然流れないもんね、船が。今風と流れで拮抗してちょうど止まってるんですね。でも潮は動いてるんですよ。下は動いてる、うん。この形状だった。あとはあの鼻からこう輪になってるから、あの鼻からこう内側にかけて餌が溜まりやすいんですよ。はいはいはい、あそこのとこ行ってみます。ちょっとお願いします。
もうちょっと後ろがいいかもしれません。あ、食った食った船長。待って待って食ってる食ってる。食いました赤旗でしょ。あ、でっかいカサゴか。赤旗ですね。いい赤旗めちゃくちゃこれ高級魚がまた。やったやった。あ、すいません。ちょっとちっちゃい。うっ、よいしょおお、いいですよ。これもでっかい。いいこれもナイスサイズ。いい色の赤旗いただきですはい、大丈夫です。ありがとうございますさっきのものすごい綺麗に撮れてたですよよし、サンキューさっきのがですね、でっかいのが。これは綺麗だった。あ、はいはいはい。あ、最高です、うん、なかなか素晴らしいです。ピン止めてですありがとうございます。あ、ちょうどいい位置に来たですね。このままでいいです。すごいすごい浅いとこ入ってですね。みんなこれはちっちゃいですよ。いいよ。おい、味噌汁味噌汁の材料ほらOK。話すゴツゴツ当たってる。ああ、笛吹きですよっ。私のよく上がるんですよね。はいはい。一晩中やってる。あ、ゴツゴツ当たる。わあ、当たるだけのならない。ここはライトでやりたいな。あ、お、こいつはいいぞサイズが。楽しみだこうならんという感じですよ。こういうふうに、だからあの大きな遊漁船じゃ無理なんですよね。小さいのやつの方がいい赤旗だ。これもうてないね。よいしょ、結構いるんだね。よいしょ、大丈夫ですこれいいですよ、これだけで。はい、これもナイスサイズ。さっきのよりちょっとちっちゃいですか。さっきのよりちっちゃいですね。ちっちゃいですね。うん、でも悪くないですよ。こんなのが簡単に釣れるってことは、あんまりやる人がいないから釣られてないってことです。そうでしょうね。うん。
シャバシャ晴れてます。見えました。いやもう今ルアーを足元でガンガン襲ってるんです。シイラ専用のルアーがあるんですよ。あれ持ってくれ一発なんだけど、あ、今日はそんな用意しすぎてないです。一匹でいいんです。一匹で食って二回食ったんだから食うと思うんだけどな。これいいな。今日はルアーを持ってきてない。ほら、食え食え。よっしゃよっしゃ。うわ飛んだ。うわ飛ぶ飛ぶ。飛びます飛びます。わあ。あ、これは向こう行きます。網がないと無理でしょうね。いやー浮いてきた。OK です。外れました。大丈夫です。もうバッチリバッチリ撮れたんで、今のジャンプするのもかけたこのカメラで撮れもしっかり撮れた。キャッチしなくても十分です。あー帰りましょう。ありがとうございます。最高。いい楽しかった。